まあ、対するヤンミン選手はプロ40戦まだ20歳なんですけどね。お若いですねまだ、僕タケル選手の、ね、コメントで好きなのはね、俺がライズに全部食ってやるっていうね、この心意気が大好きなんです。今高田本部長の声なんて全く耳に入っていないかのようなタケル選手の表情です、はい、これタケル選手も話していましたが、ヤンビン選手っていうのは俺と似てるって言ってたんですね。そうなんですね。危ないぞ。もう試合始まってますね。タケル選手、ヤンビン選手ありがとうございました。ありがとうございました。